こんにちは、ピヨキ太郎です。今回は新型コロナウイルスの影響で厚生労働省から、解雇雇い止めの数が2万540人になったということについてお話ししていきたいかなと思います。コロナウイルスに感染してですね、すごく長期間に今なっていて、で、集計した数が2万540人ということで、すごく多いと。ただ、この数っていうのは、正確な数っていうよりかは、集計できた数なので、集計できてない数もあるわけで、それは結構な数上るんじゃないかなっていうのは、すごく想像されるところですよね。こっからどうすればいいのかっていうところで、個人的に言うと、病院で働いていて、医療従事者として働いているので、逆に忙しい立場ですね、今、本当に。忙しくて、そっち方面のことは、想像はできないんですけど、周りにいなくて、そういった、雇い止めとか、クビになったりとか、ハローワーク通いだとか、いないので、っていう感じなんですけど、あんまり、想像できない感じ。親とかも普通に働いてるんで、こうなって、10万円もらったとしても、っていう感じですよね。しかも、失業保険とか、失業手当が入る人はまだいいんですけど、その期間にパートとかアルバイトとかしてた人は、報酬を受けられないで、どんどんと貯蓄もなくなっていき、もし貯蓄なかったら、どんどん、お金がなくなってっていう環境にいると思うので、どうしたものかっていうのが正直なところ。逆に言うと、お金持ってる人は今、ある意味チャンスっていうところっていうのもあるんですけどね。飲食業とか。で、潰れたところとか、安くなったところをうまく買ってっていう、いろいろ手法はあると思うんですけど、そういったところあるんですけど、なんだろうね、どうすればいいんでしょうかね。食っていけない。生活保護とか、いろいろあるんですけど、その生活保護も、負担してるの税金なんで、それが、生活保護の割合が高くなると、どんどん負担が増えてって、その先どうなるかわかんないっていう形になると思うんですけど、コロナウイルスも正直どこ本当になんかテロ的な感じに見えてきて、何狙いっていう感じなんですけど、なりようになるさって言ったら、それまでなんですけど、最低限度の生活を営む権利が保障されているので、日本は、ギリギリ持ちこたえられるんじゃないかなとは思ってるんですけど、ただ、コロナウイルスが1年、今回限定ではないので、また来年になったらまた流行ってしまう、また改良されてっていうことも少なからず考えられるので、そういった注意はすごい必要なんじゃないかなと思いますね。感染力は高いので。ということで、今回は新型コロナウイルスの影響で解雇や雇い止めが多くなっていることについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き
頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。